日本と中国を代表する大手企業のトップらが今後の経済協力などを話し合う初めての会合が東京で開かれました。経済の相互関係が深まる中で日中企業のトップが直接対話する会合が東京で開かれるのは今回が初めてとなります。会合には世界でもトップレベルの中国の国有企業や日本の大手企業など100社以上が参加し、投資や金融、エネルギーなど広い分野での協力関係などについて話し合われます。今回の会合は中国と強いパイプを持つ福田元総理らの橋渡しで実現に至りました。これまで経済界の対話は中国政府が中心でしたが、日中の貿易や投資が低迷している中、企業同士の対話は双方の経済界からも要望が強まっていたとしています。しかし政治関係が冷え込む中、政治のリーダーシップには頼れないのが現状です。民間主導での関係強化を進めていけるのか、経済界でも模索が続いています。